おはようございます。おはようございます。あゆちゃんです。今日カメラ宮下でやっていくんですけど、はい、知り合いなんですね。知り合いです。あ、そうなん、はい、顔見知り。顔見知り。全然連絡取る感じ。 LINE のやり取りしてる、はい、知らなかった。勝手にさ、僕さ、はい、プロになって頑張ってること同世代のことラウンドしていろいろ学ぼうの会にしようと思ったの。学びです。初めてです、ラウンド。あ、そうなの、はい、ラウンドするのは初めてなんですよ。あ、じゃあそれはしましょう。はい、いやすごい、もう今日めっちゃ楽しみで。私、あ、そうなのね、はい、あ、それは良かった。いろいろ絶対勉強になるんで。あ、じゃあもう練習場から学びましょう。え、学びます。はい、はい、彼女のプレーで特徴的なところってどういうところなんですか。どうなの。体がしっかりしてるから。そうですよね、うん、結構スイングも独特というか、うん、すごい振ってなんかパワフルというか、うん、あれぐらいじゃないとあっちで通用しないですよね。危ないですよ、わかんないですけど。でもそう、そうだろうね、多分。はい、いやもう別格だと思いますね。へえ、そういうのもじゃあ言ってくださいね、彼女の別格っぷりは、はい、いやでも映してるだけで絶対わかりますよ。あ、そう、はい、いや、わかると思う、うん。はじめまして、宮下です。よろしくお願いします。山口さんとお父さんですか？あ、お願いします。稲城さんと。始まってる。一応、まあ、素材として回させてください。よろしくお願いします。知り合いなんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。あんま緊張しない感じでいけたらなと思いますんで、お願いします。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。ママ来てね。今日一人で来ました。一人で来て。すぐに会いたいって来ようと思ってたね。そうなの。そう。挨拶。おはようございます。おはようございます。すずって呼んでいいですか。もちろん。じゃあ、はい、いつも通り。いつも通り。じゃあ今日まず朝一番最初に練習、試合前の練習の時にどういう流れでやってるか聞きたいと思います。お願いします。はい、今日はまず、まあ、前回心さんとラウンドした時と変わらないんですけど、この素振り棒で緑青赤っていう順番で、まあ、右5回左5回でこう順番にやってって、最後に緑で一番すごい速いスピードで1回振るっていう、それを打つ前にやってて、でその後に、まあ、私はウェッジから順番に上げてってって感じで。大体どんくらい打つんだろう、試合の時50球は50球ぐらいは打つかな。はい、私結構打つ方なので、はい、そんくらい打ってから試合に臨んでます。まあとりあえず緑でこれは一番軽いから。こういう感じで、まあ振って5回やるんですけど、で左もまあ、早く振ることに意味があるので、まあ、その自分のヘッドスピードを上げるためにやっている練習なので、はい、頑張って振ります。でこれを順番に赤までやってて、で最後に今のよりもっと速いスピードで、はい、緑で振ります。こんな感じ。でこれは、これは最近、まあ習ってるコーチがいるんだけど、その人のところでやった練習器具がここにつけてこうやるやつなんだけど、それを元にそこにいる人が作ってくれた、なんかこれ多分電気系のやつだと思うんですけど、これは手作り、これは手作り、その人の。これを頸椎だよね、ここの上のところに置いて手を通してこう親指と写真指の間に、でこうやって、私なんかその癖でインパクトの時に手元がこう浮いちゃうから、こう肘を伸ばしたままこういう風に振って、なるべく体の近くを通るようにやる練習で、これをクラブを持って振っちゃう、振ってみます。でなんかその人のところでやったのは、なんかトミーフリートウッドの、トミーフリートウッドってまあ多分YouTube で検索していただければその人のスイングが分かると思うんですけど、結構すごいスイングで、で、まあ、これを
ここの三角形をキープして、まあその全部上げなくてもいいから、なんかこう伸ばしたままこういう風に振って、ここのなるべく体の近くを通すっていう練習法。難しいんですよ。手曲がっちゃうからね。多分そのここでこういう風にずっとこの三角形を保とうとすると、こういう動きってできないじゃないですか。だから多分、まあ私の悪い癖で、まあすっぽ抜けが出ちゃう時とかって手元が浮いてこういう風になっちゃうんですよ。なんでなるべくそういうのを防ぐために、ここの三角形をインパクトの時に保てるように、こういうここに戻すっていう練習方法だと思います。でもこれ結構やった後に打つと結構いい感じ。この形をキープするってことですね。はい、そうです。で普通に打つときに、このさっきやったさっきこの打つときに伸ばさなくていいんですけど、打つときにそのインパクトのところで近くを通すっていう感覚が多分やった後だと残ってるので、はい、ショットはちょっと悪いときにこれやるとちょっと元に戻って安定するようになります。やってみる、うん、やってみる。やった。この骨あるでしょ、うん、ここに向けて、こんな引っかかっちゃうかもしれない、うん、そうそうそう、うん、結構これね、なんかちゃんと売ってるやつがあるんですけど、2万か3万ぐらいで売ってるらしくて結構高い。それはここはもっときついです、結構。だからそれを一生懸命こうやって振ってるとすぐもう息上がります。そう、ゴムがもっと硬い。でこれ打ってみていい？なんか最初はまあ素振りちょっとやってみて、本当に腕を伸ばしたまま振る感じ。そう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 、それでも普通に回転しちゃって大丈夫。体も、うん、もうちょっとなんかもっと全部右肘も伸ばしてするんですね。全部、そうそうそう、だから伸びるとこまででいいと思う、うん、多少曲がっちゃうと思うんだけどね。でそれを結構ずっとやってると疲れるっていう。もう疲れた。え、結構きつい、うん、もっとなんか、うん、こう伸ばしちゃっていいと思う。ちょっとやりすぎた。なんか私が教えてるみたいになっちゃったけど。でも難しい、うん、超伸ばしてそのまま。伸びない。そう、伸ばすの結構難しいよね。難しい。でこれで取って多分打ってみると、うん、もうすごいな。何が違うんですか。なんだろう。頼むよ。頼むよ。すごい。どうですか。うん、なんかわかる、近く通る感じ。近く通ります。ここ、はい、ゴムが、こう手が当たるときに浮いちゃうのがもうさらにもっと近く。そうですね、はい、そのミスする人で、まあ、結構プッシュアウトとかする人多いと思うんですけど、まあ、やっぱり一番はこの、まあ、なるべくアドレスに近いところに戻ってくるのがいいので、うん、この体の近くを通る感覚がこれでやると、うん、はい、良くなると思います。もうやってればなると。はい、なんか私はいつもコース行く前の、これ今年のオフから取り入れたんですけど、あのコース行く前の練習場でちょっと、例えばこの8番アイアンなんですけど、これ打つ時に3球ぐらいこれで打ってから普通に打つみたいな、それをクリックドライバーの前もそれやったりとか、はい、繰り返してます。なんか感想ないですか。感想まあそのままだけどね、手元通るねって話だよね。はい、そっか、じゃあありがとうございます。